導いた東証星野監督が通算17年の監督生活最後の試合です。ラストゲームに臨む星野監督、午後3時過ぎにグラウンドに現れ、静かに選手の動きを確認しました。感傷的になる、ことはなかったね。まだ野球人かなという感じは受けてるね。楽天の先発は則本。監督に成長した姿を見せたいと気合が入っていました。序盤からオリックスに得点を与えません。これで金子を抜き、奪三振数トップに躍り出ます。一方、シーズン終盤、糸井と熾烈な首位打者争いを演じてきた監督の愛弟子銀次。昨夜は第2打席、その快音にファンは歓喜。結局今シーズン首位打者獲得の夢は果たせませんでしたが、恩師のラストゲームでその成長ぶりを示すことができました。試合は楽天が2点を追い迎えた延長10回裏、松井和夫の一打で1点差に詰め寄りますが、岡島が倒れゲームセット。今シーズンはリーグ最下位での終戦となりました。を見せます。則本は8回まで投げ10個の三振、最多奪三振のタイトルをつかみます。しかしこの後が続かなかった楽天、星野監督の最終戦を勝利で飾れませんでした。イーグルスの監督になって本当に良かった。最高に幸せな野球人生を送らせていただきました。選手から花束を受け取り、ファンとそして選手たちへ最後のメッセージを送りました。まさに本人指名して、今年と昨年は天国と地獄です。歓喜の後には悪魔が常に寄り添ってる。最大の責任は私が長期にわたり皆さんの前から消えたことです。痛切に責任を感じております。このままでは皆さんを喜ばせられない、そういう思いで今日限りユニフォームを脱がせていただきます。本当に4年間短いようで、私にとっては非常に長く感じました。こういう結果になりまして、選手たちがまた皆さんと共に夢を追いかける、目標に向かって前に進む、こういうことができました。中途半端に4位5位じゃ面白くない。皆さんも喜ばせよう、そんな選手になってもらいたい。ようやくスタンドの皆さんから激しいヤジが飛び出しました。私はこれが一番嬉しい。やはり皆さんが選手を育てる、チームを強くする、その責任も皆さんにもありますよ。大いに
褒めてやる、そういう思いで選手を見つめてやってください。イーグルスの監督になって本当に良かった、最高に幸せな野球人生を送らせていただきました。本当に皆さんありがとう。